皆さんこんにちは、サブチャンネルへようこそ。今日もこちらにありますバンプーラボさんの X1 カーボンの動画になります。今日は何かを作る動画なんですけど、このマシンをもし買う人がいたら、買ったらこれを作るといいよっていうものがあります。それをちょっと紹介させていただこうかと思います。それは何かというと、ドライボックスというものです。こちらにフィラメントが入っているAMS というのがあるんですけども、実はこのフィラメントというのは湿気とかにすごく弱くて、すごい除湿管理とかすごい大変みたいです。で、このボックス自体でもそういう乾燥剤とかが入っていたりするんですけど、さらにこのマシンの隙間があるんですけど、そこにドライボックスを作って、そこに入れてるユーザーがたくさんいるよっていうのをコパンブラボの公式の方から教えていただきました。で、リンクを送るから、これよかったら作ってみてやってみるといいんじゃない、他の人もたくさん作ってると思うけど私はこれがおすすめだよっていうのを教えてもらいましたので、今日はそれを作ってみようかと思います。この動画の概要欄の方に、その私が作ったものと同じものを作ることができるデータのリンクを貼らせていただいておりますので、もしこの同じ機種をお持ちの方で、ちょっと同じものを作ってみようかなと思われた方は、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。では早速見てみたいと思います。はい、それでは早速そのページを見ていただきたいと思います。バンブーラボさんに一番最初に初めて買う 3D プリンターなので、他にも一緒に買った方がいいもの何かありますかとか、いろんな質問をしたんですね。その中で担当の方から教えていただいたものになります。それがこちらです。はい、こちらのページにあるこのメーカーワールドの中に入っているものなんですが、こちらのドライボックスを作ってみようかと思います。実はもうその 3D プリンターを買ってからもう1ヶ月ぐらい経つのかな、まだ経ってないか半月ぐらいでも、本当はすぐに作るべきだったと思うんですけど、なかなかちょっと怖くて手が出なかったんですが、まあ、今思えばもう簡単なので、ぜひ皆さん手に入れたらまず作ってみるといいなと思います。で、やり方としてはこちらにあります、オープンインバンブースタジオっていうのをクリックしていただくと、もうそのまますぐに開きます。今ダウンロードしてます。で、ダウンロードが終わるとこういう風に開くんですが、これではないですね、ちょっとお待ちください。今2つデータのところがあったんですが、これではなくて、あ、こっちですね、こっちのアップデートって方ですね。はい、ちょっともう一回行きましょう。はい、できました。そうするとこのように2つプレートのデータがあります。で、一つこの縦型洗濯機みたいなデザインのものがありますが、こちらは先ほどのページを見ていただくと分かる通り、まあアリエクスプレスとかでも見かけたので、そちらの方で5個入りで2000円ぐらいで売ってたりしてました。これは湿度計ですね。はい、まだ僕は持ってないので、ちょっとこれがないバージョンで作ろうかなと思っております。皆さんもお持ちの環境に合わせてぜひ作ってみられるといいんじゃないかなと思います。なので僕は今回はこれは作らずに、こっちの方でもう一個これをコピペで増やして作ってみようかと思います。で、まあ並び替えとかもいろいろできるんですが、はい、まあこちらで、はい、まあちょっとこっちのパーツの方がいいなっていうのがあったら自分でコントロールします。で、加工するプレートを選んでスライスを選ぶと、大体のどのくらいの加工時間がかかるのかっていうなどが出てきます。まあ、色などもいろんなフィラメントをお持ちの方は設定してください。で、そろそろできるかな。はい、ちょっと今時間がかかっておりますが、あ、レイヤーの数がねものすごい多いですね。やっぱパーツがたくさんあると、まあそれだけ時間がかかりますね。果たしてこれ作るのにどのくらいかかるんでしょう。結構この X1 カーボンは加工スピードがめちゃくちゃ早いんですけども、それでもトータルで10時間、10時間2分って出ました。結構かかりますね。なので夜寝る前とかにスイッチを入れて寝て、朝起きたら完成してるっていう感じになるんじゃないかなと思います。フィラメントの量も 100g 使うみたいなので、あの容量とかもお気をつけて作ってみてください。はい、じゃあちょっとこれから作っていってみたいと思います。
はい、というわけで一つパーツをまた作りました。一気に全部やろうと思ったんですが、もしそれで失敗しちゃったらちょっとまだ怖いなぁと思ったので、ちょっと一つだけパーツを作ってみました。こちらですね。いやもうねびっくりしました。まだ組み合わせてないんですけど、これわかりますか？これちょっと感動したんですけど、このメッシュのところ、これができてるってすごくないですか？メッシュみたいになるんですよ。しかもこれ1回の造形でできてますからね。すっごいですよね。で、まあ蓋がついてるので、まあ蓋と合体させてみましょうか。これがこうですね。いや、すごいジャストフィット。いや、めちゃくちゃかっこいいし気持ちいい。で、ちゃんとこう開いたところが、注ぎ込みやすいような蓋になっていたり、機能的にも すごいよくできてる。しかもカチャってちゃんと閉まるし、かっこいい。いやすごい。でもこれで一つこういうのがちゃんと作れるっていうのが分かったので、じゃあ引き続き残りのパーツもやっていきたいと思います。はい、というわけで今全部のパーツが終わりました。加工が終わってこんだけあります。で、一つこのデータで、多分これ設計した人がミスったのかなっていうところが一個見つけてしまいました。それは何かっていうと、わかりますか？ここなんですけど、はい、こちらが出来上がったものたちになっております。はい、こちらが出来上がったものたちになっております。こちらの小さい方はすごく完璧に出来上がっているんですけど、こちらの方の大きい方はちょっと設計の多分データのミスかなっていうのを見つけました。うまくこの蓋が入らなくて、なんでだろうと思ったんですが、ここにねちょっとポチっていう出っ張りがあるの分かりますかね。ここの部分ですね。これがこっち反対側にもありますけど、そことこう干渉してしまって、まあ蓋閉められなくはないけど、このまま閉めるとこう分かりますかね、こう膨らんじゃってるの分かりますか。なのでこれは多分設計のミスなんだろうな。多分後で消そうと思ったのか、それを使ったデータを作ろうとしたのか分かりませんが、はい、ちょっとこれを打って作る人は要注意ですね。まあ、ただこのまま使えると思うので、はい、ちょっと今日のところはこのまま使っていこうと思います。こっちの方のデータにはさっきのポッチはついてないので、おそらくこうしたかったの、これが正解なんだと思います。はい、と早速ちょっと気になった点も見つけてしまったので、まあ正直に、動画にしてみておりますが、ではここからここの中にシリカゲルを入れて、先ほどの X1 カーボンの AMS の隙間の中にどういう風に入れるのかも含めて入れていきたいと思います。まずはシリカゲルを入れてみましょう。はい、ではシリカゲルを入れていきたいと思いますが、私はこういったシリカゲルを買いました。特別なものではなくて、 Amazon とかに売ってるそこんなに高くないやつだったと思います。もしよかったら皆さんも参考にしてみてください。こちらも動画の概要欄に貼っておきたいと思います。ではこれを入れていきたいと思います。こぼさないように気をつけていきましょう。はい、今全部に入れることができました。動画の中でもありましたが、絶対こぼさないように気をつけようと思ってたんですけど、いくつかこぼしました。なので皆さんは注意してください。結構ちっちゃいのでこぼれると大変です。では早速これを AMS の方にセッティングしていきたいと思います。こんな風に入れ替えるみたいです。では行きましょう。はい、それでは早速入れていきたいと思います。こちらの AMS の内側のこっち側に入ります。それぞれこの大きい方小さい方がありますが、小さいのが2つありますが、小さいのは両サイド、そしてこの大きめのやつがこの3箇所になります。で、このスプロールが入った状態だと、フィラメントがある状態だと差し込むことができないので、もう入れてしまっている人は1回フィラメントを取り出して、その隙間にインストールするようなイメージになります。
じゃあちょっとセットしてありますが、この1回ちょっと外したいと思います。はい、じゃあスペースができたので入れていきたいと思います。端っこからいきましょうか。じゃあまずこれを、はい、ここに入りますね。ちょっと寄ってみましょうか。はい、見えましたでしょうか。こちらの小さいやつはこの一番端っこのここのところに入ります。そしてこちらの大きめのこちらの方はここの間にジャストフィットですね。すごい、こういうの設計できる人って本当すごいなと思います。そしてこういうなんか誰かの役に立てるものを作るっていうのを作るって人って本当すごいなと思います。じゃあ残りの3つのパーツも入れていきましょう。まだ今は冬なので乾燥している時期なので、そこまで湿度コントロールシビアにしなくても大丈夫だと思うんですが、まあ、使うフィラメントによっては結構そのコントロールが大事そうなので気をつけていきたいと思います。はい、全部入りました。収まった感じもすごく、正面から見てると分かりますかね、ちょっと反射して見えないかな、こんなところに入っております。まあ、僕は黒が好きなので黒のフィラメントで作ってしまいましたけど、黒じゃないフィラメントで作っていたらもうちょっとかっこよく目立っていたかもしれませんね。ではちょっと元通り戻していきましょう。はい、認識しました。一番こちら側のものはサポート用のフィラメントで使うときと使わないときがあるので、今はちょっとセットしてません。じゃあ蓋を閉めて OK です。やったね。これ作ってみたかったので作ってよかったです。はい、いかがでしたでしょうか。今日の動画はバンブーラボの X1 カーボンの AMS に入れるための、ドライボックスっていうのを作ってセッティングしてみるまでの動画にしてみました。私もですね、こう初めての 3D プリンターっていうことで、いろいろインターネットで同じ機種を使っている方の情報を X とかいろいろ集めたりしながら勉強しております。で、今のこの僕のこのドライボックスの情報も、まあ、自分でこう出会った情報だと思います。そしてもしかしたら同じように、あ、こういう情報が役に立つという方もいたらいいなと思ってこうして動画にしてみました。他にも、まあ、本当世界中に面白い 3D プリンターのデータとかすごい人ってたくさんいるので、これからも 3D プリンター持ってないけど 3D プリンターで物を作るのが興味がある方、そしてこういったガジェットとか興味ある方など、そして同じ機種を使っている方で情報仲間が増やしたいなっていう方など、もしいらっしゃいましたら、これからもどんどんそういった動画を作っていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をポチッと応援していただけると嬉しいです。本当に皆様からのチャンネル登録は、こういった動画を作るための本当に原動力、力の励みになっておりますので、ぜひポチッと応援していただけると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。では今日の動画は以上になります。もし皆さんの中でもっとこういったものの方がいいものあるよとか、こういうのを使ってるとか、そういった情報ももしある方いたら教えていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。